アジート版がロールのヒンドースタンエアロノーティックス前の交差点に展示されている試作機。アジートはフォーランドナットをもとにヒンドースタンエアロノーティックスにより開発された軽戦闘機。アジートにはサンスクリットで無敵、征服されざるといった意味がある。ナットの改良系を求めたインド空軍により1972年に当初は揚撃機として要求され、後に 副次的に対地攻撃任務をこなすことも求められた。ヒンドースタンによって2機のナットが試作機の母体として改造され、1975年に初飛行した。翌年の9月30日には生産型が初飛行している。アジートは実戦を経験することなく1991年に退役した。ナットで操縦日照をきたしていた油圧システムが改良され、 アビオニクスも改善された。水平尾翼はスラブテール方式に変更され、膠着装置の改善と機内燃料タンクの大型化も行われた。ハードポイントも両翼に追加され、計2機の増大を見たが、これがナットとの外観における相違点となっている。1982年に複雑型の練習系を開発したが、この機体はその年の末に墜落した。 翌年には2機の試作機が飛行したが、インド空軍の関心は得られず計画は中止され、試作型2機はン座型と同様の任務に割り当てられた。ありがとうございます。